Staying Double Fire。 はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、アセットコルサコンペティツォーネレースなんですけど、そうですね、ゾルダを舞台にウラカン GT3 使用しております。で、最近ね、とりあえずずっと F1 の話をするときに、まあこちらのね、あのアセットコルサコンペティツォーネの映像を使ってるんですけど、確かにね、 F1 の話をしたい、まあただ話すだけじゃなくてね、まあ裏側にレースの映像を使うっていうことで、まあ本来だったらね、 F1 のゲームの映像を使うといいかもしれないんですけど、まあその時にね、このコンペティツォーネのレース映像を使ってるわけですけど、まあなんでじゃあこのコンペティツォーネの映像を使ってるのかって言ったら、確かにね、コンペティツォーネずっとタイムアタック企画をやってるように、タイムアタックするのがね大好きなんですよ。単純に黙々とね、1台で黙々と走るのも好きなんですけど、でもやっぱりね、レースもやりたい。で、じゃあどのゲームでレースをやってると楽しいのって言ったらね、今一番レースやって楽しいのはこのコンペティツォーネなんですよね。っていうのも AI がね、一番よくできてるなと思ってるんですよね、このゲームが。あんまりこっちが変なことしない限りは、後ろから追突されることもないし、幅寄せしてくることもないし、そんなにはね、あの攻撃性をそこまで高めなければ。そうだからね、一番 AI が頭いいなと思ってるのがこのゲームなので、まあだからこそね、このゲームで積極的にレースの映像をやってるんですけど、そうなんですよね、単純にこのゲームでレースやるのは楽しいんですもうそのついでにじゃあ F1 の話もしちゃえって感じなんですよね。はい、まあってことでね、今回じゃあ何のお話するんだっていうことで、まあ今日はね、6月27日ってことで、3連戦のうちのね、まあ第2戦目に当たるシュタイヤーマルクグランプリの本番当日の午前中に撮影しております。なのでね、この後に、まあ、決勝を控えてるわけなんですけど、まあちょっと時間も空いてたのでね、この決勝の前にね、この金曜日、土曜日、あとはそうですね、今週あった出来事なんかを振り返りながらね、話をして、まあ今晩のね、あの本番に臨もうっていうか、そうですね、明日は明日で本番を丸々語ろうっていう感じでね、とりあえず今編集しております。で、今週ね、じゃあ何か動きがあったのって言ったら、でかい動きがありましたよね。あのピットストップにね対する、まあ、あの技術規定っていうか、それをねなんか盛り込まれました。あの判断時間を設けるみたいな感じでね、 0. 何秒ぐらい、なんかそれを超えるとね、人間の反応速度以上なので、あの信じられないみたいな感じでね、要はなんかピットストップのね早くなってきてたので、それを抑制するっていう動きにね FIA が出たっていうことです。まあこれをね見た時に思ったのは、先週あたりかな、先々週とかにも、明らかにね、あのレッドブルがそのピットでね、なんかオートメーション取り入れてるみたいなね記事が出てましたよね、メルセデス の、 あのトトさんから。ってことはね、多分メルセデス側が FIA に働きかけて、まあこういう動きを抑制しようと、でその動きに対してね FIA が即座に反応したみたいな感じだとは思うんですけど、もう今年こういう動きが2例目ですよね。多分メルセデスから発信されて FIA が動いたっていうのは多分2例目ぐらいですよね。まあ1例目って言ったらあのフレキシブルウィングの話で、で今回はこのピットストップで、俺はピットストップに関して思うことはね、じゃあ何って思うことが一つあるんですよ。多分そのエンターテイメント性を、まあなんていうんですかね、盛り上げようとしてやってることの一つだと思うんですけど、ピットストップアワードみたいなやつがあるんですよ。いかにね早くピットインのピット作業できたかっていうのを表彰する制度みたいなのがあるんですよねそう、最速ピットストップ賞みたいな、その意味なさなくなりますよね。逆に煽っときながら抑制する動きに出る意味が分かんねえよっていう、何がやりてんだよっていう風な感じですよね。これはね、その新しい規定が出た後にクリスチャン・ホーナーが語ったことがね、その通りだよって俺も思うことが、
安静フリリースにつながるってことなんですけど、安静フリリースのね出た段階で、まあ、タイヤが正しく組み付けられなかった段階で、まあ、すぐ止まらなくちゃいけないっていう、もうあれがあるわけですよ、決まりが。まあだからね、それで十分な罰則になってるじゃないかと。確かにその通りですよね。数年前ハースでねありましたよね、あの開幕戦のオーストラリアで、いいところ走っときながら立て続けにね、そのタイヤがしっかりと組み付けられないので、リタイアしました。そういう風にね、アンセーフリリースをやった時に一番被害を被るのは自分たちなわけですよ。なのでそこにペナルティを設ける意味ねえよなって思いますよね。だはっきり言えばね、負け犬の遠吠えにしか聞こえないんですよね、メルセデスがもし動いたとしたら。なんていうのも、メルセデスはピット作業がそこまで良くないんですよね、そこまで。だからレッドブルに比べると、まあ明らかにね劣ってるわけですよ。だいたいレッドブルの次に速いピットワークやるところって言ったら、今ね最下位を走っているウィリアムズあたりなんですよね。でウィリアムズのピットストッパーも、これは何年も前からね、まあ、やっぱり評判の一つでしたよね、レッドブルと、ウィリアムズは。じゃあなんで今更そんなの取り上げたの。それこそ2秒以内のピットストップなんて去年から何度もやってんじゃねえかよと、まあ思いましたよね。でフレキシブルウィングもね、すぐさま動きましたよね、 FIA は。じゃあ去年考えてみてくださいよ。メルセデスがね、ダスレギュレーションの抜け穴を利用して作ったダスなんかは、じゃあとりあえず合法と判断されて1年間は使用許可されて、来年からは使えないですよっていう決定をしました。じゃあ今年のフレキシブルウィングは何ですか。あれはだって結局はレギュレーションのね規定通り作っていたわけですから、でその先の話じゃないですか。だから逆に言うと、まあギリギリついてきたよっていうことで、それはそれでねチームの努力だと思うんですよ。だけどメルセデスが抗議した瞬間にね、じゃあ参戦後から使えませんはって話ですよね。じゃあなんで去年のダスも参戦後から使えませんにしなかったのって話になってきますから。だからね、一貫性がないんですよね。最低にレギュレーション通りやってんだったらレギュレーション通りやってるので、じゃあ今年はしょうがないねでね、来年からでいいんじゃないかと。まあでもそんなことを言ったらね、あの数年前のねフェラーリのエンジン事件も似たようなもんかもしれないですけどね。でもとりあえず、まあやっぱりね、大体の人はメルセデス B 機だっていう人がね多いかもしれないんですけど、まあそこまでいかなくてもね、ちょっとねおかしいなって感じはありますよね。まあ言われてもしょうがないのかなと思います。まあこの話はねここまでにしておきましょう、はい。でまあフリープラクティス、その段階で言うとね、あのフェルスタッペン調子良かったですよね。でフェルスタッペン以外で調子良かったっていうと、まあ FP1 で言うとね、アルファタウリ良かったですよね。ガスリーが2番手かな、で角田君も5番手で。だけどまあガスリーに関してはね FP2、まあ、エンジンにね異常な数字が見つかったってことでね、まあ出走取りやめになって、まあ丸々1本ね時間を失ったわけでね。でどうなんだろうと思ってたら、なんだかんだでね、まあ予選までには立て直したかなって感じでしたよね。でメルセデスはね、やっぱり初日はね三味線引いてた感が強いですよね。ハミルトン、初日の1本目でね、まあ、上位の方にいたんですけど、ラップタイムでいうとね1分6秒ぐらいでした。で FP2 もね1分5秒ぐらいでした。だけど FP3 に入ってね、急にねタイムが1秒ちょっと上がってね、まあ、4秒3までいきましたよね。まあ明らかにねやっぱ三味線引いてたんだろうなっていう感じです。でボッタスはね、毎年ねここのレッドブルリンク意外と調子いいんですよね。まあそれにもあってハミルトンに肉薄するタイムをねずっと記録してましたよね。でやらかしたのがね FP2 ですよ。ピットレーン内でねスピンしました。まあこれによってねサングリッド合格が確定なんですよね、予選前に。まあ厳しいハンデを背負い込んだってところで、
で、まあ、フリープラクティスの段階でね、調子いいなと思ったのはアロンソですよね。まあ3本ともトップ10内に入ってますね。もう完璧になれたのかなって思います。現代 F1 っていうか、そのブランク明けでね、やっぱりアロンソすげえなってところですよね。で、角田くんもね、 FP1 と FP3、 そう FP3、 こちらでね、まあ5番手タイムで、 FP2 はね15番手タイムだったんですけど、まあとりあえずね、ショートランでは問題なく、ロングランでね、ちょっとペースに難ありってところみたいですね。で、意外だったのが、地味でね、気づいてる人なかなかいないかもしれないんですけど、ジョビナッチがね、アルファロメオのジョビナッチがそこそこのところにいたんですよね。9位、10位、11位って感じでね、だいたい真ん中ぐらいにいたんですよ。まあライコネンがね、ちょっと苦戦し気味の中、ジョビナッチはね、調子いいなって思いましたね。だから2年前だとね、ライコネンに勝てる感じが全くなかったジョビナッチもね、さすがに走り続けてればね、うん、だんだんと調子を上げてきてるのかなと思います。継続は力なりってやつですよね。で、レッドブルに関して言うとね、絶好調って感じなのがね、フェルスタッペン。まあこれはね、もうずっとここのとこ絶好調ですよね。で、ペレスの方はやっぱりね、課題なのは一発のペースってところなのかなって思います。まあ、ショートランってやつですよね、うん、どうもうまくねタイム上がらなかったので、結局タイムシートのね上位の方には顔を出せないでいました。まあそんな感じでね、フリープラクティスが過ぎていって、まあ予選ですよね。で、まあ予選 Q1 なんですけど、まあここはね、あのレッドブルのフェルスタッペンとあのメルセデス2台はね、無難にまあ切り抜けたって感じだったんですけど、予選になってね、急に元気よくなってきた人間が一人いましたよね。ランドノリスです。マクラーレンね、ずっとねフリープラクティスじゃ後方の方に沈んでたんですけどね、急激にノリスが調子を取り戻しました。っていうか、まあノリス自身はね、もともとこういうペースを出す自信があったみたいなんですけどね、後のインタビューで。で、まあ予選 Q1 調子良かったのは角田くんですね。4番手タイム、まあでも過去のレースでもね、 Q1 はねタイム出せたら時あるんですよね。っていうのも多分周りもね、そこまで本気出してないと思うんですよね。その中でまあ多分こうトラあの順番的に言うと、上の方にもちょっとねタイミング的にポンと出たみたいな感じだと思うんですけどね。まあでも4番目は4番目なのでね、まあ確実に突破できるところにタイムを置いたって感じで、ちょっとね危険だったのがペレスでしたよね。最後の最後までねタイムが出なかったのでね、まあ本人もそこでね Q1 で2セット目のソフトを使ったことが後々まで響いたって言ってましたけど、まあそんな感じでね2セット目のタイヤでまあギリギリまあ上位のタイム出せたかなってところでした。で、 Q2 なんですけど、多分ミディアムタイヤ使ったのは3人ですよね。フェルスタッペンとメルセデス2台ですね。多分この3台がミディアムタイヤで唯一突破した3台だと思います。で、あとは多分全員ソフトタイヤだったかな。で、1番手タイム出したのがペレスで、2番目がやっぱりノリスで、3番手に入ったのがねガスリーですね。安定してますよね。で、あと Q3 に行ったのがまあアロンソとストロールと角田くんでしたね。アロンソもね、ここに来てね、やっぱりどん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 調子を上げてますよね。さすがアロンソってところですね。年老いてもやっぱり、ね、アロンソはアロンソ、腕はあるんですよね。腕は本当にで、ルクレールね、フェラーリロングランだいぶきつそうなんですけどね、やっぱり一発のタイムはねそこそこ出るようになってきたのかなっていうところで、まあ出るようになってきたのかなっていうか、結構ねルクレール Q3 行ってますよね。で、サインツは残念ながら Q3 は行けなくて Q2 落ちになりました。で、Q3 だったんですけど、なんかハミルトンに焦りみたいなものはありますよね、本当に。他のね、解説陣も言ってたんですけど、俺もね、なんかそれを感じ取れますよね。いきなり井の一番でコースに飛び出していきました。去年までだったら余裕たっぷりでね、そんな状況でも余裕でタイム出せるよみたいな王者の風格みたいのがあったんですけど、
今回ももうそんな感じじゃないですよね。なんか心の余裕があんまりないのかなっていう感じでした。でもね、きっちりとここでまあフェルスタッペン、トップタイム取りましたね。で、2番手にまあボッタスが入った。で、3番手がハミルトンの、まあ4番手ノリスで、5番目ペレスで、6番目がガスリーで、ルクレール、角田、アロンソで、ストロール、まあ、だったんですけど、まあ、残念ながらね、ストロール、進路妨害により、まあ、3グリッドダウンってことで、まあ、11番手からのスタートになりましたよね。で、ボッタスもね、3グリッドダウンで5番手からのスタートってところで、まあそこで面白かったのはね、ボッタスですよね。角田くんのこと危ないって、で、角田くんは危なくないって言ってました。で、まああれは角田くんが悪いっていうよりもエンジニアが悪いんでしょうね。まあ理想的なのはあんな風に奥に避けるよりも手前でね、ブレーキしてイン側でね、待ってる方が一番無難な避け方なんですよね。だけど後ろのエンジニアからね、言われてないんでね、あんな急激に迫ってくるとね、そんなもうあのところで確かに気づいて、ね、進路変更しても今更って感じでしたよ、確かに。だから角田くんはああ避けるしかなかったんで、もうペナルティ回避はできなかったかなって感じがあるのが実情だと思います。あそこで角田くんライン変更してもね、本当に余計危なかったと思うんで、もうあれはしょうがないでしょうってところだと思います。だからあれはね、確かにボッタスが言うように危ない、角田くんが言うように避けても危ない、そういう状況だったんでね、本当にまあペナルティ回避は不可能だったということで、まあ、しょうがないんですけど、ただボッタスね、危ないって言ったじゃないですか。だけどその前日のね、フリープラクティスのあのピットエリアでね、スピンをやらかした時、危ないと思わないって言ったんですよ。危ないと思わないって、だって人がいなかったじゃないかって。いや、それはね、結果論であって、ピットロードでね、スピンする、とりあえずね、700キロのね、鉄の塊がね、数十キロのスピードでね、人を投げ出してみてくださいよ。もうどういうことになるかなんか想像に難しくないじゃないですか。だからボッタスの行為は間違いなく危ないんですよ、あれは。ね、本当に。あれは危なくないっつうのおかしいでしょって。しかも前日に自分が危なくないって言ってんのにね、次の日あの行動は危ないだろうって言う資格あんのって思いますけどね。本当に。はい、もうレース映像は終わったんですけどね、まあ最後にね、今日のレースのまあ展開の見どころみたいなね、どこを俺は見どころにしてるかみたいなのを最後に言いたいと思います。まあフェルスタッペン、トップをね守って1コーナー抜けるかどうかが一番重要だと思います。そこがね、フェルスタッペンにとっての多分ほとんどのハイライトかなって思うんですけど、1コーナーをねフェルスタッペンが守ることができたら、まあほぼほぼね、9割方、多分優勝なんでしょう。だから、ハミルトンとしてはね、是が非でも1コーナーでインに入りたい。もしくはね、アウトからかましていきたいっていうのがね、多分全てだと思います。レースペースになるとね、多分レッドブルのが上なんでしょうねってところはあると思います。ハミルトンに逆転の可能性があるとしたら、そのタイヤマネージメント能力かなって思いますね。あとはボッタス来れるかどうかっていうのも重要なんですよね。だから2番手以降、3番手とかの話で言うと、そうですね、まあ一応3番グリッドにつくのがグリッド降格で繰り上がりによってノリスだと思うんですけど、まあノリスね、レースペースでは結構厳しいものがあると思うので、まあ4番手にいるペレス、これがねノリスをどれだけ早く攻略できるかによります。で、なんならね、レースペースが良ければハミルトンを食うこともできるんじゃないのってところだと思います。で、一番問題なのはね、5番グリッドにいるあれなんですよ、ボッタスなんですよ。で、ボッタスの、どこが一番厳しいと思ったら、パッシング能力がね、あんまりなさそうなところなんですよね。過去後方のレースからスタートした時って基本的にね、上位の方まで上がっていくことね、ほとんどないんですよ、ボッタスって。だからまあスタートでノリスのことかませなかったら、多分ね、ノリスに数周ぐらい、何周か分かんないけど、多分引っかかると思うんですよね。ハミルトンぐらいであれば1、2周でポンと前に出ちゃうかもしれないんですけど、ボッタスが1、2周で処理できるかどうかってところがでかいと思います。もしくはね、
その段階でペレスがノリスの前に出てなければスタートでねペレスの前に出れねえとそのペレスもね処理しなくちゃいけないってことを考えるとねいろいろねそこがあれでしょうね。だからね意外とね今回の見どころもまあその1コーナーをあのフェルスタッペンが死守できたらそのねセカンドドライバー対決がね意外と面白いんじゃないのかなと思ってます。であとはまあ角田くん無難に頑張ってほしいですね。そんなにね野望でかくガンガン前に行こうって考えなくていいです。多分普通にしていればポイント圏内でまあゴールできると思うのでそこまでね大きくジャンプアップしようって考えないで普通にレースしてほしいですね。でできれば8番手7番手ぐらいでゴールしたらいいんじゃないのっていうのがね一番いい結果になるんじゃないのかなと思います。はい、ってことでね今回は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。